はい、ハーキセンベルハバーということで、今日もインスタライブをやっていこうと思います。こちらのインスタライブではトルコに嫁いでトルコで爆速出産した私がですね、子育てをしながら毎日感じること経験をシェアしていますので、お付き合いいただけると嬉しいです。エニサービメルハバー、ハーキセンベルハバー。はい、ということでですね、今日はねちょっと元気になりました。昨日はねもう本当に眠くて、昨日一昨日はなんかねすごいね疲れてたんですけど、今日はねなんか元気になりました。はい、でまあ、ベラットくんがね今隣で寝てますね。今日でね生後ね、あ、今日でね生後41日目、わかんないけど、今日5月12日に生まれて、今日が6月22日だから一応40日間経ったんでね、インスタライブ出してもいいのかな、ちょっとどうしようかな、いいのかなっていう感じです。アラスンアンネヒラあヘディアヌル、アンネバンヨバンヨヤピ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 オ、姉バンヨバンヨ。妹ちゃんがねお母さんに電話してって言ってきたので、お母さんは今お風呂だよって言いました。はいはい。でねベラト君のねうんちが出てなかったんですよ。たまんベラト君のうんちが出てなくて、で昨日ねまたね綿棒干潮でねちょっとお尻をつっついたんですね。でも私やり方が悪いのか出てくれなくて昨日ね。で昨日また旦那さんが12時ぐらいに帰ってきて、でですね、でそっから3時午前3時ぐらいにまあ授乳してるんですけど、その時におむつを替える時にね旦那さんも起きてくれて、でうんち出たって言われて、いやこの2日間出てないんだよっていう話したら、あ、じゃあ僕がね綿棒干潮するよみたいなね言ってくれて、で旦那さんがね綿棒干潮してくれたんですよ、またね。そしたらね前回みたいにねすぐは出てくれなかったんですけど、旦那さんがね頑張ってやってたらね、ちょっとやったらね出てくれました、うんちね、出てくれて、やっぱうんち出たらちょっとすっきりした感じでねよく寝てくれるというか、なんかね、まあなんか苦しそうに見えるんですよね、うんち出てなかったら。本当にうんちで苦しんでるのかは分かんないけど、なんとなく苦しそうに見えるから、そう。でもまあ一応今日は出てっていう感じですね。はい、そんな感じで、あとなんか話したいことあったんやけど忘れましたね。はい、そんな感じです。ベラトーベラトーういあいプシュシュシュピシ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 。はい、でね、まあベラトくんが生まれてからねいっぱい動画を撮ってるんですけれども、まあ、40日間はね投稿しないでって言われてたんで、結構取りためてるんですね。だからこれからまあ明日か今日かからまたいっぱいね動画投稿していきたいと思いますので、まあ1ヶ月前から撮った動画をね撮った順番に投稿していきたいと思いますので、ちょっとね時差があると思うんですけれども、見ていただいたらと思います。はい、で今旦那さんがね日本語練習中なんですよ。だから旦那さんにね教えたい日本語とかねそういうのがあったらね、ぜひ今ストーリーでね募集してますのでね、ぜひぜひなんかね送っていただけたらと思います。ベラトくんねマジでね、ここがねクレヨンしんちゃんなんですよ。ほんとね、なんでクレヨンしんちゃんってあんな顔の形してたんだろうって思ってたんですけど、赤ちゃんってね、ほんとにね、クレヨンしんちゃんなんですよ。ね。ねえ。はい、という感じで。ウィー。おいおいおい。おいおいおい。おいおい。あ、そうや。
よし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 。そう、なんかね、あ、かわいい、ありがとうございます。あのね、なぜかおしっこが最近漏れるんですよ。漏れる？あの、おむ、洋服が濡れてるんですよ、ベラト君ので。最初はね、そのおむつの締め方がね、悪いのかなって思ってね、あの、ちゃんと締め、なんか気をつけてね、締めるようにしたんですけど、なぜか左の後ろがめっちゃ濡れるんですね。お洋服まで濡れてるんですよ。おむつはめてるのに。だから、どういう風に漏れたらね、左の後ろだけね濡れるんだろうってね。前の方は濡れてなくてっていう感じです。めっちゃ可愛いもう可愛いですよ、ふにゃふにゃで。ちょっとね、今日顔出ししていいのか、明日じゃないとダメなのか分かんないので、ちょっと旦那さんに確認して。で、あのね、本当にね、顔を見てほしいんですよ、皆さんに。アラスン、ちかちょっと待ってエディエヌールがなんか言ってますけど、電話してっていうことですかね。その尿漏れなんですかね。これどういうことと思って、おむつはまあちゃんとはめてるのに、左後ろだけ漏れるんですよね。漏れて洋服が濡れてて、で今日もね、もう3回ぐらいおむつ変えるのと同時に一緒に洋服も変えてるんですよ。なぜか洋服までね濡れてるの。はい、そんな感じですね。あの、顔をね、早くね、もう見せたい、見せて、私と旦那さんどっちに似てますかっていうのをね、みんなに聞きたいんですよね。あの、親にね、動画をね、あの、送ったらね、あの、私の小さい頃にそっくりって、あ、外出するとき電話してって、あんなに言ってねって言ってナイニコさん、ありがとうございますナギコさん、ありがとうございます。たまん、ヘリエヌルたまん、オッケー、アンナズン、妹ちゃんのコメントをフォロワーさんに、あの、翻訳してもらうというねありがとうございます。そんな尿漏れるの男の子特殊だと、特殊事情だと思われます。女の子はそうなりません。いや、そうですよね。だからやっぱり、その、そうですよね。なんでおむつから漏れるんだっていう、ほんと不思議でたまらないんですよね。ね、ちょっと、はい、まあそんな感じです。ということで、今日はこれぐらいで終わりにしたいと思います。リールもね、あの、出産の時のリールとかもね、あの、作ってるんで、ちょっと楽しみに待っていただけたらと。その特徴もう忘れてる、その特徴ね、どういう、なんか、おちんちんの向きがどういうことっていう感じなんですけど、はい、ということで、あの、今日も見ていただきましてありがとうございました。ではでは、キャンデネイバーク、コライゲルス、ギョルシュルーズ、バイバーイ。